はい、どうもリアルバッキョウです。さて、リアルバッキジムを作りました。まずね、物件を借りて、最初はね、こんな感じだったんですよ。いや、今からね、理想のジムを作るのが楽しみですね。はい、ジムの床を敷き終えました。いや、かなりジムらしくなってきましたね。いいね、すごいかっこいい。壁の色とね、床の色がよく合ってますね。いいな。はい、まだ途中確定なんですけど、一応ね、マシンの搬入がある程度ね、終わりました。まあ、ベンチプレスにラットマシン、そしてスクワットラックスですね。はい、ということですね、リアルバキジム完成しました。ということですね、ルームツアーをやっていきましょう。全体像はこんな感じですね。いやー、僕としては結構理想的な軸ですね、ちょっとマシーンというかね、これ紹介してみましょうかね。まずはこちら、これね、スクワット専用にしようと思ってます。スクワットラック、まずはですね、で安全バーがね、あるんですけど、これちょっと強度を高めるために改造してもらってます。これでね、スクワットをね、しっかり追い込んでいこうと思っています。あとね、ここにね、簡易式のベンチがあるので、まあ、例えばインクラインベンチとかもできるし、ここでのダンベルプレスとかぐらいもできます。で、次こっちで、まあ、これですね、パワーブロックです。結構ね、これはこだわって、なんとね、41キロまであります。41キロまであるので、しっかりとね、まあ、大胸筋も広背筋も追い込むことができますね。まあ、腕も追い込めるな、肩も追い込めるな、いいですね。でもね、僕ね、40キロじゃダンベルプレスとか足りないから、こういうね、なんとね、バーベルのプレートをつけれるダンベルシャフトっていうのを見つけて、これでね、あと60キロぐらいまで片方ダンベルつけれるので、ダンベルプレスね、より大胸筋のでかい、ね、を作ろうと考えています。で、そして、ベンチプレスですね、これ。これもベンチプレス専用のベンチプレス台ですね。ちなみにこちらね、僕が以前指導させていただいていたところからもらいました。で、これね、すごくやりやすいんですよ。しっかりグリップも効くし、高さもちょうどいいしね、安定もいいし。はい、じゃあこれでね、よりでかい大胸筋を作っていきます。そして、次はね、背中を鍛える機械ね。こちらですね、ラットプルダウン。上から引っ張るんですね。これもできるし、うわ、滑らかでいいな、これ効くわ。あとですね、こうすることで見てはですね、背中のこの下の方のクリスマスツリーとかでね、この広背筋カーブル、これもね、作ることができますから、最高だな、これ最高です、さらにですよ、サンドバッグをね、のスタンドとサンドバッグを入れました。まあ、ちょっとね、高さが今回低いので、もうちょっと高くしようと思うんですけど、かなりね、もう立て付けもいいですよね。いや、いいですね。かなりしっかりとしたものをね、もう特注で作っていただいたので。いや、いいね。はい、こんな感じですね。まあ、リアルバキジムを紹介していったんですけど、これですね、ちなみに僕専用のプライベートジムなんで、今のところですね、なんか一般的に公開したりとかは、あまり考えてないですね。ここで自分自身を、まあ、コツコツとね、より高めていきたいと思います。そしてですね、あと今後の、まあ、この動画の投稿
なんかをここで中心にやっていこうと思っています。そしてですね、まあ、大会まで残りねもう2ヶ月も来て1ヶ月半近くになろうとしているので、さらによりねあのこのジムで体を鍛えて理想のね肉体に近づけていきたいと思います。ということで本日はここまで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さらばじゃあね、以上です。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。記憶を覚ますほどの突き刺さる想いはいつだって手の中に壊さずに握る。伝えたいから。